しくなれば骨歩き山の仲間と呼び交わす山は横前の派手姿岩は草月き聖景もみんなお前花の色泣いても見たい花母さんの手のひらにしっかりと握っているのはいつもお前が山へ持ってゆくお前の手帳です。お前の手垢で汚れお前の体臭が染み込みアルプスの雪に濡れてボロボロになったお前の手帳です。右肩上がりの少しばかり乱暴な字あれからもう一年経ちました。あの日庭の梅の花が咲いて春を告げていました。あと二日経てばお前が山から帰ってくるはずなので母さんは
お前の机の花瓶に刺しておこうと梅の一枝を折り取っていました。お前の可愛がっていた頃、お前に一番懐いていた頃は母さんの足元でじゃれていました。その時です、忘れもしません。本当にその時でした。一通の電報が母さんを地獄の底へ突き落としてしまいました。手にした梅の枝を取り落としたのにも気づかなかったのです。母さんの心の中のものを何もかも一時に変えてしまったのです。遭難、お前が山で遭難したのです。